エレベーターに乗ってくる。これは俺が21の頃、都内の某繁華街でホストをやっていた頃の話。誰もが一度は聞いたことのあるような街だけど、見た目もそして中身も汚え街だった。店の人間も俺もそして客も、見えすいた嘘の中にある欲望はただ一つ。そう、金だ。オーナーから店長に圧がかかり、店長から俺らに圧がかかる。そして最終的にしわ寄せが来るのはいつも女の子。ホストに来る客っていうのは2種類いて、営業と分かっていて疑似恋愛を楽しむ客と、そうとは気づかず本気にしてしまう客だ。ほとんどが後者だろう。好みの顔から口説かれたら無理もないのかもしれない。そして遊びと割り切れない後者の子たちは体を売っていることが多い。客が金にしか見えていないホストといつか一緒になれると思い体を売って尽くす女の子。結果は火を見るよりも明らかで、悲しい結末を迎えることも少なくない。事実、俺が勤めていた頃にも耐えきれず自殺した客の話はそう珍しくなかった。そんないろんな念が渦巻いている街の暑い夏の日に起きた話。その日、店は午前1時で閉店した。ちょうど風営法が厳しくなった頃で、この時間以降に店に客がいるのがバレると、一発で営業停止になる。他のグループ店で営業停止になった店があり、店長もこの辺は特に厳しかった。どこの店もそうだったと思う。閉店してからは、自宅が徒歩圏内の人は帰宅。電車組は店内で始発待機といったところだ。俺はいつもご飯を食べて営業メールをしながら始発を待っていた。午前3時ごろ、タバコを切らした俺は下のコンビニに買いに行こうとしたんだ。その頃には酔っ払って騒いでた連中も帰り、電車組はほぼ仮眠。必要以上の照明は落とされ、店内は少し不気味な雰囲気だったのを今でも覚えている。うちの店は9階建てのビルの7階に入っていた。繁華街によくある構図で、敷地は狭いが縦に広いタイプ。実際店のドアを開けると正面に非常階段があり、その間にエレベーターがあるぐらいで、その広さは6畳もなかったと思う。9階建てのビルには全てホストクラブが入っていて、ビルの前にはコンビニがある。そこでタバコを買って俺はエレベーターを待った。この時間帯にしては来るのが遅かったようにも思える。狭いビルだ。エレベーターは一つしかなく、中ももちろん狭い。5人乗れるかどうかといったところ、俺は7階のボタンを押して携帯を触っていた。エレベーターが止まった。あれ？もう？と携帯から顔を上げると、そこには女の子が立っていたんだ。この時はよく顔が見えなかったが、髪の長い女の子で、あろうことか裸足だった。背筋が凍った。女の子がカバン一つ持たずに裸足で立ち尽くすその姿は明らかに異質だった。俺は動けなかった。自動で扉が閉まろうとしていたと、その時彼女は裸足のまま乗ってきた。俺は操作パネルの前にいて、彼女は俺の左後ろにいる。何階ですか？後ろも見ずに震えた声で聞いた。返事はなかった。その時に今いる場所が4階だということに気づいた。冷や汗なのか油汗なのかわからないけれど、止まらなかった。どう考えてもこの状況はおかしかった。
気づいてしまった。なぜならホストクラブしか入っていないビルで、閉店後数時間経ったこの時間帯に、関係者以外に下から上に上がるやつはいるはずがないからだ。ましてや4階から上に行くなんてありえなかった。左後ろに得体の知れない何かがいる。確実に。携帯を持つ手が震えていた。閉めるボタンは押せずに自動で閉まるドアをただ見ていた。7階までの数分、いや数十秒がとてつもなく、とても長く感じた。ジーン。ついた。足が動かない。怖くて。自動で閉まろうとするドアを手で止めて、なんとか降りた。すぐ右に店のドアがある。やっぱり怖いもの見たさってあるのかな。それとも、このドアの中に人がいるって安心感からかわからないけれど、ちらっとエレベーターの中を見てしまったんだ。誰もいなかった。少なからず酒も入っていたし、気のせいだと思いたかったが、彼女がいたであろう場所には血のようなものでできた足跡があった。エレベーターはそのまま閉まり、9階に上がっていった。もちろん俺は押してない。途端、ズワッとした寒気に襲われて店内に逃げようとしたその時、店の向かいにある非常階段の扉がバタンと大きな音を立ててしまった。心臓が飛び出るかと思った。夏場は蒸すから、この非常階段の扉は開けっぱなしになってるんだ。何かの拍子に扉を止めるゴムが外れたみたいだった。本来ならすぐに店内に入って朝を待ちたかったが、確実に何かを見てしまった俺は、この扉が閉まっているのがすごく嫌だった。もちろん暑さじゃない。彼女からの逃げ道的な意味で、どうしても開けておきたかった。この考えが良くなかった。この考えが俺にトラウマを植え付けることになった。扉を開けて留め具のようなものを探しているときに、ギーというような音が聞こえた。車の急ブレーキ音のような音。でもおかしい。急ブレーキはこんな長く続かない。だんだん大きくなる音。うっかり扉から外に顔を出した。俺が見たものは紛れもなく、彼女が真っ逆さまに落ちていくところだった。はっきりと見た。目を見開いて笑っているあの顔。今でも夢に見るあの顔だ。俺はその時、人生で初めて腰を抜かした。立てなかった。もしかしたら、生身の人間の自殺現場を目撃しただけなのかもしれないが、俺にはそんなことどうでもよかった。ただこの場から逃げたい、その一心で床を張った。死ぬ気で店のドアまでたどり着き、ドアノブを支えに立とうとしている時に、俺は見た。いつの間にか1階まで降りていたエレベーターが上がってくるのを。頭が真っ白になって助けてと叫びながら、なんとか店内に入った。仮眠してた同僚を叩き起こして、店の酒を飲みまくって昼まで寝た。飲み始めてからのことは覚えてない。起きてから荷物まとめて、その店は飛んだ。